んだよね。群馬県の万座温泉ですよね。初めて行きます。もともとですね、キャンプに向かう予定でした。ピカ八ヶ岳さんに今年最後のキャンプに向かおうかなと思ったんですけど、出ましたよ、雨男で、いやこれちょっとさすがに無理だなと思って、雪が降る前に一度草津とか万座温泉の方にね行ってみたいなと思いまして、ピカ八ヶ岳さんから万座温泉急遽方向転換しております。なのでめちゃくちゃ遠いですね、こっから下道で、まあしばらく行きますけども、ドライブがてら。で窓がねすっごい曇る、なんか今日あったかいんですよね外、なのでそこまで、まあ、高速で行ってもいいんですけどね、まあ慣れてない道も多いのでドライブ楽しめるかなと思いますので、しばらくは下道で走ります。てい！腹減ったんで長崎ちゃんぽんに行きました。冬の牡蠣ちゃんぽんですね。はい、ごちそうさまでした。美味しかった、長崎ちゃんぽん。ほんと美味しいよね、ちゃんぽん長崎。今これからですね、向かっております、万座温泉近くまで。道の駅があるので、ヤンバなんとか道の駅かな、そこまで約ですね、ナビが示しているのは4時間です。下道ですけどね、まあ下道のドライブで4時間で、この時間だったら私的には楽勝ですけどね。ちなみに現在、深夜12時です。何時に着くかな。やっと着いたー、やっと着いたよー。あー、いますね、車結構止まってますね。じゃあ車止めまーす。はい、到着。ね、そこまで言うほど寒くないんですね今日。で、見えるかな、星。見えないよね。めっちゃくちゃすごいんですけど、見えないな。見えない。ほんとすごい星。感動するぐらい散りばめられてる。取り行ってきます。いいですよね、この深夜の道の駅の雰囲気。焼きたてパン明日の朝食いたいな。見てよこの雰囲気。たまらんぜ。で、起きた頃には営業してるんで、人が賑わってるわけですよ。ここは綺麗ですね。何度か来たことありますけど。ああいいね、ああいいね。眠れるかな。こんな感じですね。いいですね、喫煙スペース、そして自販機。私の大好きな自販機ですね。あえてここはね、飲み物買いましょう。買う必要ないんですけどね。あれ、この2つがなんか、あ、なるほど、お得用のね、555ミリのスポーツ飲料行きましょう。あー、いいですねこの行動、たまらん。よいしょ。2、3時間でもね、眠れてくれたらいいんですけどね。おやすみなさい。おはようございます。現在朝10時ですね。5時ぐらいに着いたんですけれども、やはり眠れなかった。
っとスマホをいじってましたね。で、空が晴れてきてくれたので外に飛び出ました。まあ1時間ぐらい眠れたらよかったんですけどね、もう諦めました。どうしようかな今日。とりあえずここで朝食を食べて、もう万座温泉に向かっちゃおうかなっていうとこですね。温泉ですよ。お、熱っ、マジ熱っ。気づかなかったな、気持ちいいんや。熱っ、今朝かむしろ。これいいな、ヒレカツ2枚、ヤンバカツダムカレー。若干ね、起きて間もないんで重いな、少し。あ、そばもあるね。はい、このヤンバダムを見ながらですね、購入したのがこちら。ちょっと逆光になって見づらいけど、ヤンバダムカレーパンですね。ダムになってますね、チーズが。そしてこれがね、ここの名物でした。忘れました、何かと、ベーコンエッグとコーンポタージュですね。こういう道の駅来ちゃうとそば食いたくなりましたね。そばすっごい食べたくなりました。ただ我慢してここでしか買えないものを購入しました。ちょっときついですねこれ食べるのは。いただきます。はい、ではいただきますね。このガム決壊させてやるわ。決壊させたったわ。うん、カレーパン、味はカレーパンです。似てるものといえばカレーパンになりますね。じゃあこの子多分メロンパンだと思うんですけどね、いただきます。だいぶねちょっと胃もたれしてきましたねこれ。合う、うん、見て濃厚、メロンクリームなんか入ってるね。うん、美味しいですね。こうやったら全部食い切れそう。すごい胃もたれしちゃったんで、なんかレストランかな行きました。これが先ほどのヤンバダムカレーですね。これ見本がありました。これがあるだけっていう話ですね。はい、来ました。十分すぎる量ですね。結構多い。これで500円ですね。いただきます。ごちそうさまでした。マジでうまかった。ほんとね、パン食わずにこのおつみ団子汁っていうのかな、これ食うべきでした。ほんとに後悔。いやー、なかったな。相当お腹いっぱいなんで、この後じゃあもう万座温泉の向かいます。はい、出発しました。景色綺麗ですね。居すぎましたわ、さっきの道の駅に。ヤンバふるさと館にもう車のシーンとあの道の駅のシーンだけで何十分か撮っちゃってるんじゃないかな。というわけで、そこからちょうどね、あの草津と万座温泉にちょうど分かれるとこっぽかったので、ここからはね初めて行く道ですね。なので眠いですけど興奮の方が勝ってますね。ゆっくり走りますわ。危なかったです。温泉に行く前にまず買い出しですね。水やらお酒やら軽いつまみですね。買い物終わりました。酒と水と味噌汁ぐらいしか買ってないんですけどね、やっぱりこう地元のスーパーっていうんですかね、その現地のスーパーなんか風情があってこうじっくり見ちゃいますよね。もう30分ぐらいそこでなんか楽しんじゃったのかな。これもう時間がやばいやばい。普通にいい時間になってきたので急いで万座温泉行きますわ。
やばこの道、すごいの一言につきますよ。眠気覚めるわ。ただこういう風にゆっくり景色を見たい時に限って後ろの車が猛スピードで追い上げてくるやつ。今ナビが示した道がすごい脇道で行ってしまったんですけど、集落入りましたね。集落見てよこの風情。わあ、なんも言えない。待って、これしかも右行くの大丈夫？え、あ、万座温泉で一応出てる。これよこれ、よいしょ、いい道示してくれたね。二度と来れないよもう。今だいぶ近道をさせていただきましたね、さっきの Google ナビのおかげで。ただすごい山道でした。で、舗装された道に再び戻ったんですけど、万座温泉行くために避けては通れぬ有料道路通るんですね。これ1070円払いましたよ、片道。初めにそれを教えろ。あ、帰りも1070円払うんだってよ。言っとけそれ先に俺に。あ、有料道かな、有料道路、有料道路か、350円ぐらいか、1070円かいってなったわお前。万座温泉遠いっすね本当に。で、霧なのか雨なのかわからないですけどね。来ましたよ、いよいよ。あや、例のやつが来ました。ほら、もうちょっとで着きますね。とりあえず万座温泉の入り口らしき場所に着きました。すごいっす、これ見て、温泉。そしてほら、あそこ、これは興奮するわ。雨やめてくれ、雨やめてくれ、ゆっくり撮りたい。すごい、あ、これ来てよかった。硫黄の匂いがすごいっす、大興奮。少しだけ上に上がってきました。すごいわこれ、圧巻ですわ。万座温泉ここはすごいわ。さっきの有料道の光出ましたね。はい、こんな景色もありましたね。いやー、もう一通り回ってみたんですけど、10軒20軒ないぐらいのホテル旅館があって、もう本当に硫黄の匂いが街中を漂っておりましたね。おそらくここら辺で一回切りますかね。これから今チェックイン1時間前ぐらいなので、少しゆっくりしてからホテルにチェックインいたします。すいません、ホテルに着くまででだいぶ長い動画になってしまいましたね。では、あ、よかったですね、後半は概要欄 URL からご覧ください。そしてよかったらチャンネル登録、高評価などよろしくお願いいたします。ではまた後半で、バイバイ。はい、じゃあ気を取り直して、まだね、さっきのこと引きずってますけどね